はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の三角関数のグラフ丸4をお送りします。で、グラフシリーズだね、が4本目 で、これで最後です。で、最後は今までね勉強してきた知識を使ったちょっと難しいグラフを3問やっていきます。で、タンジェントはなしだけどね。なので、できそうな子はぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっとね、不安だなと思うのがあれば、今から全部書いていきますんで、見てもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、まず1番から書いていきますので、どうぞよろしくお願いします。では、行きましょう。で、まず1番が y イコール2サイン3シータです。で、もともとはサインね。だからサインシータが元になってて、ここに2、ここに3がくっついてる感じ。で、ちなみに、まずここの2に関しては、もともと1からマイナス1の幅なのが2からマイナス2に変わるだけなので、あまり意識しなくていいです、ここに関しては。で、今度こっち3シータ。これは前回の動画でやったように、ここが3がくっついてる。3シータになってたら周期が3分の1になります。いいかな？だからそこだけ意識して書いていけばいい。だからこれに関してはこの3シータの元々のグラフがこういうずれ方はしないです。なので、ちょっと待ってね。あ、また下がってる。ちょっと最初はね、ちょっとちっちゃいグラフなんで申し訳ないんですけど、こうなるでしょ。で、サインシータが元になってるから、こういう感じになります。で、ゼロね。で、まず、ここに2がくっついてるから、上のてっぺんが2です。で、下のこの部分がマイナス2になる。まずここを書くと。で、次に周期でしょ。で、周期先に書いちゃうと、もともと2シータ、2パイだよね、周期が。それが3分の1になるから、周期自体は3分の2パイになります。つまり、ここが3分の2パイなんです。で、あとは、ここと、ここと、ここを書けば OK。で、これに関しては全部3分の1すればいいから。なので、もともと、ここ 2π だから3分の 2π。で、その半分のここは π だから、ここは3分の π になります。で、ここは2分の π です、もともと。だから、3分の1すると、6分のパイになります。で、ここ。もともと2分の3パイです。だから、2分の3パイなので、2分のパイになります。2分の3と3分の1、約分できるからね、2分のパイになると。これで完成でございます。ちょっと周期、あれだね、こう書いとこうか。いいかな。まあ、2つコラボした感じだね。ここに数字がついてるのと、ここに数字がくっついてる。まあ、両方考慮してやっていくと。で、次が y イコール sin 2カッコシータプラス3分の π です。はい。で、これめんどくさいんだよね、結構ね。で、これはですね、どうしよっかな。ちょっと待ってね。これをここに書くとしたら、右の方がいいね。じゃあ、ここに行きましょう。これが、あ、まあ、ギリギリかね。で、ちょっとこっちにずらします。で、y でしょ。で、c。で、もともとサインなんで、まあ、ここ原点通る、こういうグラフから始まるんですけど、まず大事なのが、θ プラス3分の π。これ、括弧だっていうんで、一つのセットだと思ってください。で、それに2がくっついてるから、これと同じ感じ。2がくっついて θ があるから、これ、周期が2分の1倍します。だから先に書いちゃうか。もともとサインだから 2π でしょ。で、それが2分の1になるので周期は π になります。いい π で、それだけなら簡単なんだけど、ここに θ プラス3分の π って書いてあるから、これ θ 軸方向にマイナス3分の π ずらさなきゃいけないんだよ。だからこういう風なグラフ、原点取るね、これをマイナス方向だから、そのまんまこっちに動かしてくるの。全部、左側に。で、それがグラフになります。いいかな？なので、ですね、結構ずらすから、
これ落ちてくるときだもんね。これちょっと待ってね、さっき書いたやつを見ていい？こんな感じになるグラフとしては。で、まずここにあったのがここに移動してきたの。だからマイナス3分の π 動いてるんで、ここはマイナス3分の π です。もともと0だったからね、ここが全部ずれてきた。で、あと書かなきゃいけないのがここで、ここで忘れちゃいけないのがここねとここです。で、ちょっとごちゃごちゃしちゃうんだけど、これは1です。ここマイナス1、変わってないからね。ここに数字がくっついてないからね。で、書いていくと。あとあれか、ごめん、ここもない。で、もともとサイン、あとサインもね、コサインもそうですけど、0から始まったら2分の π、 π、 2分の 3π、 2π っていうので、こう周期が一周してる感じになるのね。で、まずそれが π に減ってるので、こう来てゴールのね、この部分、ここ π なんです。今一周期 π に変わってるから、で、 π から3分の π 引かなきゃいけない、戻ってきてるから。つまり π 引く3分の π をするので、ここ3分の 2π になります。3分の 2π です。で、次半分いこうかな。じゃあここ、ここです。もともとこれ π なんだけど、この部分でも周期半分だから、今2分の π に変わってるんです。で、2分の π からこれを引かなきゃいけないんで、つまりこういう計算、2分の π 引く3分の π で、これ6に通分すると6分の3引く6分の、2になるから6分の1、つまりこっちでいいかな、ここ6分の π に変わります。で、次じゃあここ行こうか。もともと2分の π です。それが周期によって4分の π に変わってます。今半分だから、で、4分の π から同じくマイナス3分の 1π しなきゃいけないので、これ12に通分すると12分の3マイナス12分の1になるので、あ、間違った、違うか、ごめん、いいんだ、こっち、こっちだね、間違えちゃった、ここだね。で、ここなので通分するとマイナス12分の1になります、計算するとね。だからこの部分がマイナス12分の π かになると。で、ラスト、こう来てこの部分、もともと周期変わってなければ2分の 3π です。でも周期が変わったから4分の 3π になってます。で、4分の 3π から3分の π 引きます。で、12に通分すると9引く4だから12分の5かなので、ここはこれでいいか、12分の 5π と。ごちゃごちゃでごめんね、本当にってなる。で、さっきも言ったように Y 切片、ここ今回あるので、X じゃない、シータが0を代入します。で、シータ0を代入するとサイン、ここ2があるから3分の 2π になります。ここ3分の π かける2で3分の 2π ね。で、3分の2っていうのは120度です。で、サイン120度は2分のルート3だから、ここの Y 切片2分のルート3になります。これちょっと消しとこうか、多分答え見にくくなっちゃうね、これ。はい、これで完成ですね、つらいよし、で、最後コサインいきましょう。で、これはですね、 Y イコールコサインカッコ2分のシータマイナス4分の π なんですけど、これまずくくり出します。2分の1をここシータにしてしまいたいので、コサイン2分の1を出してシータ取れるからね。で、こっちも2分の1を出すと2分の π になります。これ入ってるね、 OK ね。これまあ分配法則で戻したらこれに戻るからね。で、こういう変形をしてから書き始めます、ここ。さて入るんでしょうか、これは。で、これもここに2分の1がくっついてるから周期が2倍になります。コサインもともと2π でしょ、周期で2倍になるから 4π になる。で、そのグラフがシータ軸方向にプラスの方向で2分の π ずれると、さっきの逆だね、右にずれる感じっていうグラフになります。いくよ、右にずれるからまあ大丈夫か。で、
下がったから、まあ、大丈夫かな。で、もともとコサインはこっからこう始まるんですけど、それが右にずれてるんで、山がこの辺にできて、よいしょ、ちょっと変になっちゃったけどね、こんな感じになります。ちょっともうちょっと伸ばすかといった感じです。で、原点書いておいて、で、まずもともとスタートここから始まってたんですけど、これが右にずれただけなので、0から2分の π ずれて、ここ2分の π になってます。ちょっともうちょっと大きく書こうか。これどこまで入るか自分が分かってない。ここが2分の π です。で、こことここと、ここと、ここ、1,2,3,4、 あとあれか、ここかを書けば OK という感じになります。あ、2分の π じゃないよ、ごめん。あ、2分の π でいいんだごめんね、テンパってる。で、まずさっきも言ったように周期が2倍にならなきゃいけないので、周期書いとこうか。ここが 4π になります。だからこう来て一周したここが 4π なの、本当は。でも 4π なんだけど、2分の π 右にずれてるので、 4π に2分の π を足します。で、足すとここ、まあ通分してね、2分の 9π になる。大丈夫かな。で、次半分のとこ行こうか。ここ、もともと π なんです。でも2倍してるから 2π になってる。で、 2π が右にずれてるので、ここは2分の 5π になります。で、どんどん行くよ。今度こっち、もともとは2分の π です、本当は。で、それが2倍になってるから π なんです。で、 π がしかも右に2分の π ずれてるから、ここは2分の 3π になります。で、もう一丁、ここ、もともと2分の 3π です、本当はね。で、それが2倍してるから 3π になってる。で、しかも 3π が2分の π 右にずれてる。だから2分の7π になります。2分のだと結構やりやすいんだよね、計算ね。上の方がめんどくさい、通分とか出てくるからね。で、よし、できたって思うんですけど、あと1箇所 Y 切片です。ここを忘れないように。で、θに0を代入すると0だから、かけるとマイナス4分の π になります。ってことはマイナス4分の π、 まあこう書いてもらっても構わないですけど、一応まあ書くか。こう単位円書いてマイナス45度でしょ、ここだよね。で、ここの X 座標はプラスのね、45度と変わらないので、コサイン45度と同じと思って大丈夫です。だからここの値はルート2分の1となります。いいかな。これがまあもっと難しいややこしいのもあるんですけど、ひとまずここまで押さえておけば、わりかし定期テストとかでは通用するかなと思っておりますので、まあ、こんな感じでね、確認しておいてください。では、今回は高校数学数2の三角関数のグラフ ④ をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、最初にも言ったようにグラフやっと終了です。やっと終わった。で、次回から、次が三角関数を含む方程式とか不等式、ちょっと計算とかがね、の方に入っていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。じゃあ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。